どうも、北山水泳です。はい。昨日のですね、新年フェスティバルにおいて、またもや、新記録が出ました。今回出たのは、小学生の記録ですね。日本学童記録でございます。はい。宇佐美選手が100メートル個人メドレーにおいて、59秒6のですね、今回は、学童記録を更新しました。はい。素晴らしいですね。そして、もう一丁ですね。はい。昨日ですね、200メートル個人メドレーの方でも日本学生記録、大学生の記録を出した松本選手ですが、なんと100メートルバタフライの方でも今回日本学生記録を出しました。つまり1日2種目、2バタと、2個目と1バタで新記録を出しました。すごいですね。はい。新年からですね、なんと今回は日本学生記録が3つ、そして学童記録が1つという、はい、素晴らしいですね。はい、新年一発目のレースはなんと4つも今回日本記録が出ました。はい、こんな感じでやはりトップ選手は今回仕上がってきてます。はい、オリンピックイヤーでございますんでね。はい、まあ新年フェスティバルは、一応昨日で一旦終わってますけども、来週に新年フェスティバルがあるよっていう、はい、都道府県もありますんで、そちらの方でも素晴らしい記録を期待しております。はい、では今回しょ、1月14日と1月28日日曜日ですね、17時から2時間の水泳レッスンをオリンピックメダリスト中西優子さんとこの北山水泳でやっていきます。尼崎見て行いますので、気になった人は QR コードからチェックだ。